きよみさん、こんにちは。いつもお世話になっております。毎日の動画放送ね、お店の、お店版の合間ですとか、猫ちゃんがいるところとか、様々動画上げて楽しんでらっしゃると思いますけども、ここで一つかもしんないし、二つかもしんないですけども、ちょっとね、2、3点提案をしたいと思います。一つはですね、動画をいっぱい上げる中で、いろんなシリーズができると思うんですよ。例えば、猫ちゃん。例えば、お店のこと。例えば、ヒーリングのこと。再生リストっていうのが YouTube にあるんですよね。これはですね、私もよくやってるんですけども、一つのテーマに対して再生リストにまとめて、で、そこを再生すると、自動的に再生リストが上から順番に、その動画が終わった後に再生されるっていう、そんな仕組みなんですよね。そうなると、連続再生される可能性が出てくることで、より多くのアクセスね、ファンの方を獲得するチャンスがあるっていうことと、あと動画をたくさん作る中で、すごくね、仕分けが、分類がしやすいんですよ。この再生リストっていう方法がありますので、ぜひね、使ってみてはいかがかなと思います。そしてですね、再生リスト何それやってみようかなと思った時に、次にある行動としては、YouTube 再生リストで検索すると、YouTube の再生リストについて丁寧な説明をしてくださってる動画を見つけることができると思います。もしね、それでも分かりにくいな、どういうことなのかなと思ったり、いや、どうせ説明を受けるんだったら、久保さんから教わりたいんですってことでしたら、私がその再生リストを説明する動画を作ってお送りします。そういう感じで、まずはね、自分で検索で解決するというスキルを身につけていただきたいことが、今回一つですね。もう一つは、YouTube にはいろんな機能があって、その中の一つに再生リストがあるっていうね、これを活用してみてはどうかなっていうことで、YouTube をさらにたくさん使えるようにね、いろんな機能を使えるようにしていただきたいかなと思いますんで、今回ね、おせっかいながら、こうやって動画で連絡させてもらいました。そしてですね、まだあります。すみません。パソコンを使い出したということなんで、ぜひね、そのパソコンのなんかね、使ってるところも動画に上げていくとどうかなと思うんですよ。というのがやっぱりね、今ね、スマホがあればパソコンがいらない時代なんですよね。ですんで、スマホばっかり使ってたけども、今回、本格的に YouTube やろうと思ったんで、パソコン導入しましたみたいな、そんなね、動画も一つ、同じような境遇の方に、やっぱパソコンなんだっていう風にね、感じてもらえることになるかなと思ってるんですよ。いや、私ね、パソコンと、このスマホの関係を、こういう風に考えてます。いろんな、YouTube に対して、YouTube じゃないや、パソコンの、インターネットか。インターネット上に対していろんなね、コンテンツを発信していく人はやっぱりパソコン使った方が効率的に整理しやすくって、クオリティ高いものができると思います。スマホっていうのは、インプットをしたい時だけですね。ユーザー目線なんですよ。スマホっていうのは使う人、消費者側。で、プロバイダー型、提供者側はパソコンを使うっていう風な、この立ち位置でいいんじゃないかなと思います。そのうち慣れるとね、全部、インプットもアウトプットもスマホでできますけども、私もね、高性能なパソコンを整えることによって、発信の頻度とか精度を落とさないようにしてるんですよね。スマホもすごく使いやすいんですけども、あれですね、発信者はパソコン、受信者はスマホ。こんな感じじゃないかなと思います。はい。3点ぐらいお伝えしたかな。また動画の方、送ってください。もしね、速稼塾の方で、紹介してほしい動画ができましたら、私の方からも、毎日配信の中で搭載させていただきますので、きよみさんのね、やる気を多くの方に知らせる意味でも、ぜひ乗っかってください。よろしくお願いします。ありがとうございました。